ドイツの裁判所が先月28日、第二次世界大戦中にナチスドイツの強制収容所で看守を務めていた、現在101歳の男に殺人幇助などの罪で禁錮5年の判決を言い渡した。これに関連し、韓国マコト新女子大学ソギョンドク教授が日本は見ているかと忠告した。ドイツの裁判所はヨーゼフ S 被告に禁錮5年を宣告。彼は出廷したナチス戦犯の最高齢で、70年以上経った今、有罪判決を受けた形だ。ヨーゼフ S 被告は1942から1945年、ドイツベルリン近郊にあったナチスのザクセンハウゼン強制収容所で看守として働きながら、収監者3518人の虐殺をなお間接的に幇助した罪で昨年、起訴された。1936年に建てられたザクセンハウゼン強制収容所には、ユダヤ人やジプシー、同性愛者など20万人以上が収容され、彼らは強制労役、殺害、人体実験、飢餓、疾病などで死亡した。助教授は1日、SNS で日本はこうしたドイツの状況を見ていますか。日本はドイツの戦後処理を必ず見て学ぶべきと声を上げた。また、日本は今年も強制労役の歴史的事実を隠し、佐渡金山をユネスコ世界遺産に登録しようと地団駄を踏んでいるとし、反省や謝罪どころか、いつも歴史歪曲だけを行っている状況と強調した。